スタジオは若い才能たちでいっぱい。俺はもしかしたら老害なのかもしれない。そんな思いを背に、老害の友達を誘って山へ向かった。これから行く山は老害にはぴったりだ。なんとそこで滑ると20歳若返るみたいだ。老害の友達を連れて俺は向かった。子供の時の気持ちを忘れず、かば焼きさんをゲット。おやつは3000円まで。あ、向かう先は老害を治す山。さらへ奥へと向かった。雪が深くなってきた。あともう少し。すごいとこ来ちゃったなこれ。見てくれ、これが日本の冬だ。ジャパンの冬だ。手ぶらで来たからな。いきなり手ぶらで山に来てみたかったんだけど、ちょっとすごいところに来たから。手ぶらで来た俺は金で全て解決する。レンタルはこんな感じ。東北の子供か。さあやっべえ、山の上へ向かう。乗りできたら結構俺はどんどん上に向かう。めちゃくちゃ上まで来ちゃってんだけど、地元で乗りで来てみたらこの上に向かう。やべえ、あー若返ったぜ。10歳若返っちまったよ。さらに俺たちはやばい温泉へ向かった。ライデン、ふい。しかもライデン超強いし。うわー、謎のドープ温泉に来たわ。なんだここは。ルールは破ってマナーは守る。いえ、yeah、俺はまだ若いフレッシュだ。どうもチビ、ワッチ、オーアイエー。